ちは、子供からこのチャメです。どうも、こいつは、どうも、です。聞き取れないから。ダダロボの吉厚くんに来てもらいました。YouTube 好きなんだよね。これめっちゃ好きですね。私たち、はい、ツーマンが決まっておりますね。はい、5本、ツーマンを渋谷オーベストというところでやらせてもらうところの、一つに、子供ドラゴンさんをぜひ出てくださいと、はい、2つ目でやろうと。今日はですね、ゲームをして、勝敗を決めて、負けた方が罰ゲーム的な感じで、キキオちゃんを、キキオちゃん、はい、やっていきたいと思います。まあね、ちょっとお茶買ってきてますんで、準備していきましょう。せーの、ファイヤードア。はい、ということで、用意しました。10種類買ってきましたよ。主に緑茶、ここら辺が双剣美茶と16茶、目をつぶって、飲んで、何のお茶か当てるってことですね。そう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 。僕普段、僕は水とお茶ばっか飲むんです。なるほどなるほど。だからその多いお茶とか、これね、まあこれで結構普通のザ・オーソドックスなんでしょ。生茶、あやたから辺はいけちゃう、いける。別に罰ゲームって何なんですか。あ、罰ゲームは、そう、通番の日に何かしようか。吉田君はダダロマをやる前のバンドから子供ドラゴンとは仲が良かった。いや、そうっすよ。彼これ何年の付き合いですか。8年やばいっすね。で、その7、8年前に僕ら一緒にライブして、そうそう、隣の席で一緒にこう物販で、そう、その時物販スタッフさんもいなくて、いないですね。自分たちで物販をやってたわけですよ。ということで、はい、負けた方が勝った方の物販を、あ、相手側の物販ですか。そうそう。お、お手伝いするという。うわぁ、どうでしょう。なるほどなるほど。じゃあ、そう、多いお茶があるので、いただきます。はい、すげえ、一つ言っていい。めちゃくちゃ自信ない。これも多いお茶です。新緑。違う違う。はい、体の脂肪を減らす。全然違う全然違う。これ分かりやすい。ダークホース。ダークホース。ちょっと抹茶っぽいね。あ、抹茶入れって書いてある。生茶はね、ちょっと違うって言われてるから。あ、でも、これは生茶ですね。あ、これダメな企画かもしれない。やってみて。 お互い正解しないとかかもしれない。これダスクでした。これ変じゃん。なんかね、草って感じですよ。草で、ここに来てまたレギュラーの綾高に戻る。わー、なんか並び順も悪意あるじゃん。あー、もうわかんねえな。創建物はわかりますよ、さすがに。そう、桃を使う瞬間、匂いから創建物だすよ。やっぱさ、緑茶がないじゃん、もうなんかいろいろブレンドされてるから。うわ、危ないっすよ。いや、この2つやべえな。同じじゃない、これ。これファミリーマートの濁りうまみ緑茶。生茶に近くない。俺どっちかというと、これだ、これ、これに近い。ああ、そうです、そうです。じゃんけんで勝った方が、主催者さあ、勝負、じゃんけんぽい。よし、選ぶのも難しいな。そうね。よし、じゃあまずはいきます。はい、おお、どうする。一回3つに絞っていい。パック、はいはいはい、ファミマブランドの濁りのやつ、はい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 、生茶とどれだと。パック。うわ、正解。イエーイ。やばい、マジか。いや、わかります。いや、わかる。すげえ、やばい。子供からもグッズ多いからね。これ目つぶってますから。つぶってるね。化粧が濃いだけですか。うわ、どうしようかな。今カメラの前にいてこれですみたいな。やりました。今からやります。こちらでーす。うわ、超緊張する。いただきます。はい、渋くはないです。だから、健康系じゃないです。ヘルシアとか特茶じゃないです。違う。新緑、はい、新緑、新緑、あやかでした。おい、お茶ばっか飲んでたね。マジか。俺これこのゲーム俺有利だと思ってたのにな。これむずいな。ちょっと待ってよ、ちょっと戦法変えないといけない。うわ、出た。茶色ボーン。マジわかんねえ。2分の1っすね。そうか、双剣美茶。双剣美茶です。やったー。やばすぎる。2ポイント。なんでわかるんですか。
これ以上点差しないからもう無理ですね。これはね、当たる気がする。マジですか、うん、あ、待てよ、後から渋み来る。わかりました。いや、違う、ちょ、待ちましょう。待ちましょう。トクチャ、トクチャ、ファミマブランドの濁りです。俺、あれじゃない次正解して、外した時点でもかかって、はい、もう、そうっすよね。まあ、あれですよね、私らこのチャンネルに以前出てもらったノクターナルブラッドラストのヒロ君も、はい、3人で実は会うことが多くてね、プライベートで。そうですね、3人のグループラインなんだね。さあ、どうぞ。あ、茶色じゃないですね。特茶、オーブンじゃないです。嘘。本当に？本当っすよ。これでいきます。まさか、まさか。これは例の茶色兄弟のやつ。いや、俺分かっちゃったかもしれない。16茶。おお、やったー、やったー。いや、ワンチャン双剣美茶いくかなと思ったんで。いや、匂いが双剣美茶は結構、双剣美茶の独特のあれがある。はい、なんか麦みたいな匂いするじゃないですか。あ、もう4ターン目っすね。サイ、4回サイ、サイ。うわ、苦い、苦い。うわ、もう口の中がすごいあれだよ、カテキンだよ。自信ないけど、はい、ファミマブランド濁りなんちゃら、濁りなんちゃらっすか。特茶でーす。うわー、もう分かんなくなってる。よし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 。はい、抹茶感ありますよ。抹茶感ある。抹茶感あります。おうおうおう。生茶ですよ。生茶。はい、目を開けてください。うわー、これはまずいな。こいつにかけます。やべえ、怖い。いや、でもワンチャン生茶っぽいんだよな。ああ。新緑。目を開けていいですか。はい、ドン。生茶でーす。あ、やっぱそうなんだ。よっしゃ、危ねえ、危ねえ。もう口の中が分かんなくなってるわ。いや、さっきだから危なかったっすよ。もうワンチャン生茶なんだよなって時に死んだって思いました。これで俺が奇跡的に当てたら2対2に並ぶ。はい、僕が選んだのは、あ、そういうことか。お茶を読むじゃん、チャグさんの真理を読みます。あ、逆にね。あ、最後だからって、うんうん、そういうのをファイナルだから大事にするタイプだと思うんですよ。俺は、うん、チャグさんの性格にかけて、これは多いお茶を選ぶと思います。なるほど。ファイナルアンサー。そう。ファイナルアンサー。はい。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。はい。目を開けてください。今こうやって俺だけ。当たりっすか。当たり。すげえ。え、当たりっすか。当たり当たり。え、本当に多いお茶なんですか。多いお茶だった。だからもう引き分けっすよ。引き分けだね。この長時間にわたる、はい、もう緑茶バトル。はい。まあ、今回は、まあ、決着がつかずということで2人で立ちますか。おお、なるほど、はい、じゃあ僕らの数万の時に2人で物販立つこと決定。わー、ちょっと T シャツちょうだい。あ、いいっすよ。で、その方に T シャツ。あ、どうぞ。使いましょう。はい、この動画がいいなと思ったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。で、タダロマの情報等は、はい、詳しいことは概要欄に、書いておきますので、ぜひチェックしてみてください。それではツーマン参りましょう。バイバイ、バイバイ。